このほど退任した高浜町の人権擁護委員と新たに移植を受けた委員に、九日、感謝状と移植状がそれぞれ贈られました。高浜町役場で行われた伝達式では、まず高浜町人権擁護委員を一期三年務め、先月三十一日付で退任した福永博子さんに。 福井地方法務局からの感謝状が送られました。続いて、今回新たに移植を受けた。佃絹代さんに福井地方法務局。オバマ支局長から移植状が手渡されました。続いて、野瀬豊町長が。委員らにねぎらいの言葉をかけた後。 退任する福永さんが感謝の言葉を述べましたまた新任の津田さんも委員としての抱負を述べました今回の退任と新たな移植により高浜町の人権擁護委員は合わせて5人となりました 人権威のはもう生まれた時から始まる今日の過程でみんな成長していくんですけどその間にいろいろと問題とかありまして何らかの形でお手伝いできたらいいなと思っております。